こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は美容師一人で1億円を超えるブランディングの教科書について解説していきます。選ばれる店と選ばれない店は何が違うのか。今の時代は他の店舗と同じことをしても選ばれる店舗にはなれないです。では選ばれる店舗になるには何をしたらいいのか。他店との差別化です。差別化がないとダメです。つまりブランディングが不可欠な時代です。美容室は年々増え続けています。今では全国に25万件以上あります。美容室の店舗はなんとコンビニの店舗数の 4.5 倍以上あります。数ある美容室の中からあなたのお店が選ばれる明確な理由はありますか？美容室が近いから、価格が安いから、それだけでは勝てない時代です。今の時代は商品力だけで勝てる時代ではないです。ブランディングがないと勝てないです。すべての人が学ばないと損するブランディングの秘訣、9個解説していきます。1個目、ブランディングとは何か。ブランディングとはその文字通りブランドを作るための活動のことです。ブランドとは似たような商品の中で他と区別できる要素のことです。例えばファッションブランドのルイ・ヴィトンであれば、バッグにロゴマークが入っているため他のバッグと区別できます。ルイ・ヴィトンのバッグなら30万円でも買う人がいます。しかし全く同じデザインでロゴの文字が一文字違う無名ブランドのバッグに30万円を出す人はいないです。僕たちは知名度の低いブランドに高いお金を出さないです。ブランディングをする上で認知度っていうのは重要なポイントです。ブランディングを分かりやすく言い換えると、〇〇といえばここ、そのポジションを作ることです。ただ髪を切ったりカラーやパーマをやるだけでは他の美容室と差がつかないです。何が強みなのか、それをしっかりと明確にしてください。まずはあなたの強み、自分の美容室の強みを理解することです。自分が何のスペシャリストなのか考えるようにしてください。2個目、ブランディングによる成功事例。成功している企業は全てブランディングができています。ブランディングをより理解するためにブランディングに成功している企業を2つ伝えます。1つ目がスターバックスです。スターバックスはコーヒーだけを売っているわけではないです。コーヒーだけではなくて、コーヒーを飲みながらくつろげる空間を売っています。おしゃれな音楽、おしゃれなマグカップ、おしゃれな店内でコーヒーを飲みながらリラックスする体験を提供しています。コーヒーだけであれば他にも安いチェーン店があります。しかしスターバックスのお客様はコーヒーだけを飲みに来てないです。おしゃれなくつろげる空間でゆっくりとコーヒーを飲みたいです。その体験に価値を感じています。2つ目がライザップです。ライザップのブランディングは結果にコミットすることです。ただトレーニングだけを売っているわけではないです。数ヶ月で確実に痩せて引き締まったボディを手に入れてもらう、これがライザップのブランディングです。他にもハンバーガーといえばマクドナルド、牛丼といえば吉野家のように、〇〇といえばうちと言えるようにブランディングをしてください。3個目、ブランディングが成功している美容室。美容室業界にもブランディングがうまいお店があります。一番わかりやすい例が QB ハウスです。安くて早くて駅近など便利な立地にある美容室です。サラリーマンを中心に多くの人に認知されています。 QB ハウスを使わない人でも、あそこはこういう美容室だとわかるほどその名前が知られています。他にもメンズカット専門で成功したオーシャン東京があります。オーシャン東京は若者向けの最先端のメンズカットを売りにしています。インターネットの活用もうまいです。 YouTube でワックスの付け方のヘアセットの方法を配信しています。 Instagram にメンズのヘアスタイルをこまめに投稿しています。オーシャン東京はインターネットを使ったブランディングで成功しています。美容師にとってもこの店で働きたい、そういうイメージがあるため採用活動にもメリットが得られています。4個目、得意なことに特化をする。著者の西川さんは頭皮ケアに特化して美容室経営を進めていました。なぜ頭皮ケアに注目したのか。一般的な美容師は顧客単価を上げるためにパーマとかカラーを進めます。しかし
パーマとかカラーっていうのは髪とか頭皮へのダメージが大きいです。お客様のことを考えると提案していいか迷います。それでもお客様はパーマとかカラーをしたいです。そうであるならば頭皮環境を改善して髪の毛を健康にできればカットやパーマをしても美しい髪を維持することができます。そこに西川さんは注目をしました。具体的にはお客様のご来店時に必ずマイクロスコープで頭皮チェックを行います。すると自分で思っている以上に頭皮が傷んでいることに気づきます。そして頭皮ケアの必要性を理解してもらって頭皮ケア商品を購入してもらいます。あなたは何が得意ですか？お客様の悩みを理解してますか？お客様の悩み、困っていることを理解して自分の得意分野でブランディングをしてみてください。5個目、ブランディングの3つのメリット。ブランディングをすることで得られる大きなメリットが3つあります。メリットの1つ目が集客です。ホットペッパーなどの割引クーポンに頼らなくてもブランディングをすることでお客様が店に来てくれます。ブランディングをすることでどんな価値を提供する店かすぐ分かります。お客さんも店に来やすくなります。2つ目は顧客単価です。お客様の来店目的が明確であれば顧客単価を上げることも可能です。お客様の希望を叶えられる店であればサービスの価値に見合ったお金を払ってもらえます。したがって割引に頼る必要がないです。今の時代は安ければ買うという時代ではないです。多くの人は安いから買うのではなくて価値があるから買う、そんな時代です。ブランディングのメリットの3つ目は採用です。美容師の業界ではなかなかスタッフが定着しないです。離職率は1年目で 50%、 10年では 90% というのが現状です。かなり厳しいです。しかしブランディングがうまくいけばこの問題も解決できます。優秀な美容師を採用することで採用活動のコストをカットすることができます。6個目、ブランド要素の決め方のコツ。強みを見つけると言っても自分は何が得意なのかよくわからない人もいます。ではどうしたら強みがわかるのか、お客様の言葉がヒントになります。西川さんが頭皮ケアに力を入れた理由があります。それはお客様からよくこういった意見があったからです。頭皮が乾燥してしまう、フケが出るのが気になる、こうしたお客様の悩みを解決したいと考えて西川さんは頭皮ケアに力を入れました。あなたの強みが何も浮かばないときは何を求めてお客様が来ているのか、お客様になんとなく聞いてみてください。様々な意見の中からあなたがやりたいことを見つけてください。7個目、ブランド要素は2つのものを掛け合わせるのもあり、ブランド要素の決め方として裏技があります。それは違う業界の成功事例を自分の業界に取り入れることです。例えばキュービーハウスは吉野家だったりマクドナルドのファーストフードのやり方を取り入れた美容室です。キュービーハウスが登場するまでの1000円カット店は安さだけをアピールしていました。しかしキュービーハウスは違います。キュービーハウスは安さだけではなくて10分でカットするといった速さもアピールしています。あなたも別の業界の成功事例を学んで自分の業界に取り入れてみてください。8個目、お客様は居心地のいい空間を求めている。お客様に選ばれるかどうかはスキルだけで決まらないです。お客様にとって居心地のいい空間かどうかで決まります。重要なのはスキルだけではないです。プラスアルファの要素です。他とは違う、何か変わったことをブランド要素にしてください。例えば住宅街であれば託児所がある美容室もいいです。東京の秋葉原にはアニメの登場人物の髪色を再現するアニメファン専門の美容室もあります。9個目、ターゲットとブランド要素をセットで明確化する。ブランドの要素とターゲットっていうのは密接な関係にあります。必ずセットで考えてください。ブランド要素をターゲットとセットで考えていくとイメージがしやすいです。それではまとめいきたいと思います。1個目、ブランディングとは何か。
ブランドとは他と区別できるような要素のことです。ブランディングを分かりやすく言い換えると〇〇といえばここというポジションを作ることです。まずはあなたの強みを理解して何のスペシャリストなのか考えてください。2個目、ブランディングによる成功事例。成功している企業はブランディングができています。スターバックスはコーヒーを売っているだけではないです。おしゃれなくつろげる空間でゆっくりとコーヒーを飲む、その体験を売っています。3個目、ブランディングが成功している美容室。一番わかりやすいのがキュービーハウスです。安くて早い、駅から近い、ブランディングがうまくいっています。他にもメンズカットで成功したオーサン東京、 YouTube、Instagram を使ってしっかりと美容室、美容師をブランディングしています。4個目、得意なことに特化する。西川さんは頭皮ケアに注目しました。お客様の来店時に必ずマイクロスコープで頭皮チェックを行って頭皮ケアの必要性を理解してもらって商品を購入してもらっています。5個目、ブランディングの3つのメリット。ブランディングをすることで集客がうまくいきます。客単価をアップすることもできます。美容師の採用に有利になります。6個目、ブランド要素の決め方のコツ。強みを見つけるのって難しいです。ではどうしたら強みが見つかるのか、お客様の言葉がヒントになります。お客様が何を求めているのか、何に困っているのか聞いてみてください。7個目、ブランド要素は2つのものを掛け合わせるのもて、違う業界の成功事例を勉強して自分の業界に取り入れてみてください。8個目、お客様は居心地のいい空間を求めている。重要なのはスキルだけではないです。プラスアルファの要素です。ライバルは多いです。他と違うことをする、何か変わったことはないか、これをブランドの要素にしてください。9個目、ターゲットとブランド要素をセットで明確化する。ブランド要素がスピーディーなカットであれば、ターゲットは営業マンなど日々忙しく動き回っているサラリーマンです。ブランド要素がアニメに詳しい美容師が多いことであれば、ターゲットはアニメやコスプレが好きな若者です。ブランドの要素をターゲットとセットで考えてください。イメージがしやすくなります。ブランディングをしっかりと行ってください。もしあなたが美容師でこう考えているならすぐにやめてください。お客様が少なくて時間があるからカットの練習をしよう。カットの練習が悪いわけではないです。でも考え直してください。それよりも空いた時間に SNS 動画配信などを学んで、インターネットを使って自分の強みを発信してください。ブランディングを学んで自分をブランド化してください。ディズニーランドは雨の日には来客数が少なくてチケットの収入は減るようです。しかしその分、傘とかレインコートなどのグッズを売って売り上げを上げています。他のどこでも買えるものではないです。ディズニーのアイテムだから欲しいというお客様をしっかりと掴んでいます。このようにブランディングによってマイナスを補填する強みを持たないと、今の時代っていうのは生き抜くことはできないです。今苦しい状況の美容室はたくさんあります。そんな美容室こそ今はブランディングに力を入れてください。あなたにしかできないサービスは何なのか、他にはない強みは何なのか、しっかりと考えてください。そしてその強みをしっかりと発信してブランディングを進めてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。